これが本物なんです。あ、うわ、結構大きいでしょう。やっぱ大きい。これはね、真ん中からシュポンと。え、ソラモデル大博覧会のもう一つの会場です。岐阜各務原航空宇宙博物館にやってきました。もうね、見てくださいよ、この迫力のある機体。もう着いてすぐにですね、こうした機体がお出迎えしてくれるんです。ただですね、中にはもっと素晴らしいプラモデルが展示されているということなので、早速ここね、滑走路みたいに入り口がなってるんです。わかります？これ40メートルとかって書いてあって、すごい。ちょっとせっかくなんで飛行機になって行ってきます。もう一つの会場のですね、プラモデル。あ、もしかしてこの機体、ここはプラモデルの実機の展示、はい、そうですね、ですね、ここの博物館にゆかりの機体を主に展示してあって、はい、実物はこちらですけど、海上自衛隊で使う飛行艇の試作機なんです、うんうん、あ、試作機、はい、で神戸にあります新明和工業という会社が新しくあちらの飛行艇を作る前にテストして、ノウハウを生かして作られたのが向こうの US-1 という飛行機なんですけど、大きいでしょう。大きい。飛行機はね、やっぱり大きいんですよ、はい、でこれをいろいろ、この細い線っていうのはこれテストの時だけ使う線なんです。へえ。主に海の上に降りる飛行機なんです。下見ていただくと分かるけど、ボートのようになっています。あ、本当だ。逆に言うと、はい、車輪がない。ないんです。はい。これは陸上には降りられなくて、はい、海の上だけに降りる専用の飛行艇って言いますけど、はい、飛行艇、はい、じゃあ離発着も海の上から行う、はい、今回のイベントではこうした実機と、はい、あとプラモデルを見比べて、そうですね、はい、なんか楽しんだ、ここまで同じなんだなっていうのを見比べるのが楽しみですね、はいはい、ですね、ここに、あ、これだこれだ、これ外にあった、そうですね、そこにあります、ネプチューンっていう飛行機です。主にね、海に潜んどる潜水艦を探す飛行機、潜水艦を探す飛行機、はい、今外にあるネプチューンは、はい、日本の川崎重工でここに会社がありますけど、はい、そこでライセンスして改良した飛行機なんです。よく見ていただくとエンジンがちょっと違うんですよ。そうなんですか。はい、こっちはタービンっていうエンジンで、タービンは聞いたことありますね、はい、うん、やっぱりそういろんなことを試行錯誤して性能のいい飛行機を作ろうとする、はい、27、8年無事故、そうです、日本のこう技術の高さみたいなものを示す航空機なんですね。川崎重工の誇りの飛行機です。誇り。これ4つともここの川崎重工ので作られた飛行機です。あ、こちらもそうなんですね。戦争中、これ中村さんが作られたものなんですね。そうですね。一番初め作られたのはこの通常1型と言いますけど、はい、じゃあ2型2型はこちらです。エンジンを変えたり、いろんな機関銃を変えたり、性能を常にアップする飛行機で、本物が奥にあります。これが本物なんです。あ、はい、これ、はい、今模型で見てましたけど、はい、これが本物、さっき見ましたね。うわ、結構大きいでしょう。やっぱ大きい。今度一人乗りなんですけど、一人でこれになるんですね、はいはい、わ、かっこいいな。スマートですね、やっぱり。機体がこうシュッとしてて、そうです、ね、だからファンが多いんですよ。実際にモデラーさんとしては、はい、どういった部分を気にして見るんですか。
このエンジンのこれマフラーなんです。あの排気管といいますけど、はい、あれからわーっとあのエンジンの排気が出るんです、はい、でわざと並べてあるのはいっぺんに出すとスピードが増すんです。へえ、うん、そういう排気の力も借りてなんとかスピードを上げようと。やっぱり実際に20キロ30キロ速く飛べたそうです。あ、そうなんですね、はい、じゃあこういう細かい部分も見て、はい、参考にして、はい、作品に落とし込んでいく。先ほどの模型もこれを磨てらあるけど何回もここへ通って、はい、でどうなんだろう こうやってどうなんだろうこういうかっこいい飛行機が作れないかなっていう実物に近づけたいという、あ、はい、プラモデルを通して実機に近づきたいという、これはねハル140ですから、これ2型用の馬力数は1450です。こんな大きいんです。すごいですねやっぱり飛行機を飛ばすためにはこれぐらいの大きさのエンジンが必要なんですね、はい、すごい技術ですよやっぱり。先ほど中村さんのご紹介でですね、はいはい、ぜひ渡辺さんの作品をということでやってきたんですが、はいはい、渡辺さんですね、はい、はい、よろしくお願いします。私は渡辺と申します。よろしくお願いします。お願いします、はい、カメラをこっちへちょっとお願いします。これはRF8G というねクルセイダーっていう、はい、はい、基本は今から50年60年前のアメリカの海軍の戦闘機なんですけど、それをですね写真偵察型にねこうカメラをたくさんつけて写真偵察に使う、こういうところにねカメラ窓がついてるんですよね。本当だ、窓がある、はいはい、地上の方も、はいはい、地上を映すための窓がついてます、はい、だから胴体の前半分が写真偵察型にするためにカメラをたくさん積んでます、はい、でここのところはね別のメーカーさんからレジンでキットを売ってます。でそれを僕は買いまして戦闘機型のキットの胴体真ん中から切って前半分は捨ててこれを付け替えたんです。あ、はい、じゃあもともとは、はい、この形ではなかったんですね。はい、違います。それでね普段人には見せないんですけど、はい、今日は特別にお見せしますと嬉しい、これ翼がこう取れます。あ、取れた。それでこれを裏返して、はいはい、裏返して、これが胴体なんですね、はい、でさっきちょっとご紹介しましたけど、はい、こういうとこにカメラが入ってます、うんうん、ここにもカメラが入ってます。あります。でこれで前半分が偵察型ですから機関砲とかそういうやばいやつはここにはついていません、はい、でこれはね真ん中からシュポンと、え、取れた。いや、びっくりしたでしょ。びっくりしました。え、大丈夫ですか。あ、よかった、びっくりしてもらって。で、はい、これがね、レジンでできた偵察機のに改造するキットを組み上げたものです。で、ここのね偵察用のカメラの詳細、細かいのを作り込んでいます。はい、ビデオテープ、多分これスチールカメラだと思います。はい、でまあこんな感じで頑張って作りました。でねここねリベットって言って機体にはリベットがこう打ったんですけど、はい、そのリベットをねこういう自分で作った道具でここでポン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 とこう打っていきますね。あ、これは自分で穴を開けたという、はい、そうなんです。キットにもね穴が開いてるんですけどダメな穴なんです。ダメな穴、はい、あんまり正確じゃないし、普通に穴が開いてるだけでダメなんです。これね32分の1のキットなんで、はい、リベットはね丸なんです、はい、穴じゃないんです。だから僕は穴を埋めて一回埋めてる、はい、ここのところねこれ凸リベットって言ってここ触っていただくとね盛り上がってるの、ちょっとこう触ってみて。いいんですか。うん、全然盛り上がってるでしょ。あ、本当だ。これはねドクターリベットっていうねこの注射器みたいのを使いまして一つ一つねこうやってはこうやってつけるんです。つけてる。そうするとね一個一個だよ。
よっぽど暇な人間だと思うでしょ。いやもうそうこだわりが強い人間だなっていうのは本当に僕暇なんです。感じます。いや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 、はい、しかもねそのこだわりの部分をちゃんと見てもらうために私気づいたんですよ、はい、初めてこの置いてるところにミラーがある、はい、そうなんです。ってことはこれをこのわざわざ持ち上げなくてもこの反射したところから下が覗けるっていうことですよね。さすがです。やばー、さすが。下から見る飛行機、ね、かっこいいですね。めっちゃ細かくできてるんでしょ。本当によく見える。 いやすごい。あのさ懐中電灯あるからね見せてあげる。ほらほらすごいでしょ。ほらすごいすごいすごい、ね、うわすごいでしょ。すごい光が当たるとより細かいのが分かる。そうです。ほらすごいでしょ。これすごいすごいすごい。あーやっちゃったやっちゃったって。すごい、はい、このパイプもね本当に細かいんですよ。人間技とは思えない。人間技じゃないです。人間技じゃないです。もう天才のなせる技ですね。多分僕天才だと思います。いやもう天才です、はい、天才です。ありがとうございます。素晴らしいこだわりだ。